造園工事が主体なんですけど、まあ、それに対してのまた管理、今飲食店の会社とかですね、老人施設ですか、そういうところをやらさせてもらってますけど、一つのこだわりとして四季の企画者っていう名前のように、四季を年間感じれるような庭づくりを目指しています。そうですね、まあ、あの紹介で言ってるんですけどね、やる以上は責任持って やりたいんでですね、まあ、一番遠いところは鹿児島ですよね。あと福岡、山口、岡山、香川、岐阜ですか。本当たまたまなんですけど、そのお客さんが気に入ってくれてやらさせてもらってるっていうとこですよね。庭に対しての価値をどういうふうに位置づけしてくれるか、わざわざその東京から行って完成した時に、ああ本当綺麗で頼んでよかったって言われるように努めるしかないですよね。自分自身があんまり既製品使うの好きじゃないんで、自然のものとか再利用、まあ古いものも何か使いたいなと思ってですね、それが庭の楽しみかなと思ってるんですよ。まあ、庭を作る時に最初イメージしますよね。だけど最初にイメージして庭のプランを考えてもやっていく途中に問題が出ますよね。それをやりながら修正しながらですね、自分たちも満足いくものにしていくっていうことがやっぱり重要かなと思ってますけどね。庭ってお客さんがここを見て和むとこなんで、やっぱりそういう気持ちで本来はやるべき空間なんですよ。やっぱりいろんな庭作りをしながらですね、自分の幅を広げていきたいっていうのはありますよね。それを今度は従業員の方にですね、伝わっていって楽しい庭作りができるような会社であれば非常にいい。